なんかこっち来るの初めてなんで、そうです、いろいろこうちょっと資料見てみたんですけど、そうですね、なんか石丸さんが師匠で、そのあ石丸さんのちゃうとのとおえおと親父と、はい、石丸さんとあの山崎さんご自身のお父さんが同級生、はい、高校の時の陸上部の同級生で、はい、で元々競輪選手になりたいと思ったんですか。あんまり思わなかったんですけど、なんか陸上がそのプロスポーツがないからっていうことで、親にその師匠が近い存在だったので、それで勧められて、知り合いにいるんだって。そうですね、それでちょうど多分グランプリ出られた時期で、その時のレース見て、あ、競輪選手っていう職業があるんだなっていうのを知ったぐらい。それまでは競輪は知らなかった。そうですね、それからまあなんとなく将来競輪選手になりたいなぐらいの感じだったんですけど、高校卒業してからしっかりその辺にあの師匠と話して、競輪選手目指すぞっていう話してみたいな感じでした。じゃあ自転車乗り始めたの高校卒業って。そうですね、はい。あ、そうなんだ。じゃあだいぶ最初は苦労したんですね。そうですね、結構陸上の時よりきつかったんで、練習が練習がちょっとびっくりしましたね、その時は。そうね、じゃあ将来、まずね、師匠についてそうですね、しっかりあの師匠の前走って、前走るんで、はい、これあれですか、あのついにあのカメラあれですか。知ってます、はい、YouTube のやつです。あ、知ってます、松坂競輪チャンネル。そうそう、あ、そうなんですね。この人が映像を撮って全部編集して、そう、あれよく見てるんで、なんか言いたくないですか。とりあえずなんかかっこいいコメントを残して、なんかこうタジタジしないようにっていうのは言ってたんですけど、ファンの方に、あ、ファンの人に、ファンの人に言われたんですよ、そのいいコメント残してくださいって言って。あ、今のいいコメントだったじゃん。本当ですか。いや、よかったです、それ言われて。3日間先行します。はい、3日間先行頑張るんで応援よろしくお願いします。ここで中四国の今の若手の波に、はい、頑張ります。ちょっと期待してます。はい、よろしくお願いします。今の意地悪から今の部分カットするかもしれませんけど